はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、1年間漬けました、こちらマムシ酒を、こちら2017年の9月の21日から漬けております。こちらスピリタスで、アルコール度数96度の、お酒で漬けたやつなんですが、まあ、こんな感じ。特に色はついてないですね。色は無味。無味じゃない。無色透明です。まあ、これを飲んで、体に変化が起きるのか。まあ、いわゆる性欲がアップするのか。性欲がアップするのか、ちょっとね。まあ、実際にね、飲んで、まあ、出来上がり具合をね、ちょっと、知りたいということで。で、早速、もうずっと1年間、まあ、日陰には置いといたんですけど、直接日光は当たんないようにはしてたんですけど、まあ、どんな感じか、ちょっと飲んでみましょう。ちゃんとこれ出てるかな？蛇の出汁がしっかり出てるのかな？蛇の出汁がしっかり出てるか。カンピー。あ、なんか臭い。臭いな。なんかね、ちょっと魚臭いような気がします。なんか魚の匂いがする。ああ、なんかね、辛っ。アルコール度数高すぎて、ちょっと、あれだ、まともに飲めねえ。ちょっと水で割りましょう。水でちょっと割りましょう。なんかね、臭さはあるね。なんか、なんていうのか。なんか臭い。なんかね、なんやろな、これな。何の味？何の味だろう。生臭い。生臭い。生臭い、味です。香りがする。生臭さ、なんだこれ。この生臭い。独特なこの生臭さ。なんだろう。まあ、なんだろうって言っても、これマムシなんだろうね。このなんか独特の、この、いわゆる蛇特有のこの、生具材。これうまくねえわ。全然うまくねえ。うまさは、ないですね。まずいです。まあ、そもそも生臭いからね。まあ、これを飲んでうまいっていう人はいないでしょう。臭い。しっかり、臭さが出てる。これはあれだよな。やっぱりこう、スピリタスにつけるよかは、いわゆる陽明酒みたいなのでつけて、まあ、陽明酒だとアルコール度数が、あれ陽明酒って何度だっけ？ 20 度ぐらいかな。陽明酒的なやつにつけた方が明らかにその、なんか風味が
香草の匂いです。吹き飛ぶじゃないですか。これはあれだな、スピリタスで味わうと、もうダイレクトに、生臭さがある。うん。まあでもこれ、滋養強壮ですから。別に、うまいとか、まずいとか、療薬口に逃がしと同じで、まずい、もう一本みたいな。そんな感じですよ。結局あれだよ。果たしてこう、滋養強壮にいいのかね。マムシのね、滋養強壮にいいのか。というのは、まあ、健康のためにね、ちょこっとずつ飲めば。ストレートで飲むとさすがにアルコール度数が高すぎて、口の周りがキュッとしますね。もうキュイーッとする。口の周りがね、キューッとね、水分みたいなの持ってかれるんですよ。なんか口の。すぼむんだよね。口がなんか、酸っぱいもの食べた時みたいなの、しぼむんですよ。だから、水で2、3杯薄めて、まあ、飲めば、まあ、うん、問題ないんだけど。あ、まあ、まずくは、まずいですね、これ。完璧に。星をつけるんであったら、まあ、これは、一つ星じゃない、二つ星ぐらいだ。まあ、捨てるまでもないけど、まあ、二つ星ぐらい。これは二つ星。なんか、独特の臭さが出てる。なんか、臭い。うん。まあ、特に出汁が出てる、まあ、証拠なんでしょうけど、それが。ね。まあ、それが証拠なんでしょうけど。ということで、ね。まあ、皆さんもね、マムシドリンクを、マムシ酒を作って、ってみたいと思ったら今の時期、いわゆる夏あたりにマムシは出るんで、ヤフオクで検索すればね、マムシ酒買えますよ。まあ俺みたいにマムシ自体を生きたままヤフオクで買ったからね。まあそういう、まあ作りたい人はね、マムシを買ってで、だいたい1ヶ月か2ヶ月ぐらい水だけで、クソ出しして、クソ出しして、まあ酒に、アルコール40度ぐらいの、と、あれだよね、ウイスキーとかで割ったらちょうどいい風味とかが、ちょっと風味が強いやつを、で割ったら、割ったらっていうか、ね、つけてりゃ結構、美味しいのかもしれない。美味しいっていうか、まずさが軽減するだろうね。うん。やっぱり臭い。ということで、ご視聴ありがとうございました。